今日の裁判では監視カメラの映像が法廷で初めて上映されるとあって傍聴を希望する人が行列を作っています。おととし3月、名古屋入管の施設で死亡したスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんをめぐっては、遺族が必要な医療を受けさせていなかったなどとして国に損害賠償を求めています。責任の所在を明らかにしたいという遺族側の求めに応じて、ウィシュマさんが亡くなるまでの様子が記録された監視カメラの映像が今日の法廷で初めて上映されました。およそ5時間分の映像のうち、ウィシュマさんのプライバシーに配慮した箇所は上映されませんでした。法廷ではウィシュマさんの助けを求めるような声に、ハンカチで目元を押さえる傍聴人の姿が見られました。すぐにでも病院に連れてってちゃんとした対応しなきゃいけない人を放置してたっていうのが、誰がどう分かるものだったなと思いました。今日の裁判を終え、遺族側の弁護団は、優しい声をかけながら衰弱しきった人間に誤った対応をし続けることの残忍さは、今日おいでになった方々も感じてくださったというふうに信じております。今日はおよそ5時間分の映像はすべて上映できず、続きは来月12日に上映されます。